リッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。施設内では武器を強制的にロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジズ。よし。
よし。ありがとう。助かった。よし。
大丈夫、大丈夫だ。
無敵。敵を強制的にロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。荷物を納品します。ありがとう。カイラル通信で配送センターに電力供給ができる。経由すればその先にも。ここでできた電力が UCA の役に立つんだ。荷物の状態は？信じられない。どうやって運んできたんだ？カイラル通信がつながってくれたら完璧だ。さあ、カイラル通信の通信量は建設物を建設すると消費する。親密度が上がればその分割り当てられる通信量も増加してもらえるだろう。電力供給は問題ない。ありがとう。そういえば第二次遠征隊は全滅らしいな。一人で遠征隊の仕事をしているんだ。あんたはすごいよ。きっとアメリは今頃エッジノットシティに着いた頃だろう。俺たちはアメリに託されたんだ。俺は第一次遠征隊の後発部隊だった。だからアメリに会ったことはない。でも参加できたことは誇りだ。お願いだ、アメリによろしく伝えてくれ。サブン、ちょっといいか。あんたの血を調べた結果が出たんだ。あんたの読み通りだったよ。あんたの血液サンプルを VT の座礁地帯に散布してみたら、奴らの活動が弱まったんだ。ただしここにはあんたのような機関車がいない。あんたが実際に試してみないとわからないが、機関車の体液は BT に何らかの影響を及ぼすのかもしれない。そこでママがこれを武器に応用すると言ってくれた。
試作品がもうすぐできるはずだ。ぜひあんたにこれを試してもらいたい。サム、だとするとこれは好都合だ。そのエリアのカイラル通信接続まであと一歩、残るはポートノットシティのみとなる。キャピタルノットへ戻り、ポートノットへの支援物資を調達してくれ。まあその頃にはママの試作機も完成しているだろう。それからもう一つ、その発電所に配達人が行くのは稀なことだ。もし依頼があったなら配送を請け負ってやってくれないか。帰り道は手ぶらというのもそれはそれでもったいないだろう。その端末で依頼を。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。これは素晴らしいな。ありがとうさん。ご提供いただきありがとうございました。
設へ素材などを渡すと、その施設で保管できる量が増える。各施設に保管されている素材は機材の作成に使うことができる。素材は各施設で管理保管されており、君に割り当てられる素材の量も施設ごとに異なる。気をつけてくれ。ご提供いただきありがとうございました。